ガチャガチャ夢の旧作草の中で虫が寄り合って相談を始めましたコオロギが立ち上がってスズムシさん、オケラさん、スイッチョさん、もっとこちらへお寄りなさいだんだん涼しくなりますから、みんなで合奏会をやってお月様に聞かせようではありませんかきっとご褒美をくださいますよと言いますと、みんなパチパチと手を叩きました 虫たちはそれからすぐに合奏を始めましたまずスイッチョが草のてっぺんへ立ち上って真面目腐ってスイッチョスイッチョと合図をしますとオケラが土くれの陰に座って静かな声でリ,ーリリリと羽を鳴らしますそれに続いてコオロギが草の根元から涼しい声でチンチロリンチンチロリンと歌いだしますその中へ、 鈴虫がまた優しい長いひげを振り回しながら、りーん、りーん、りーんと鈴の音をさせます。その静かで面白いこと、ちょうどその時東の山からお登りになった十五夜のお月様は、関心のあまり、虫たちが大好きなつゆを、たくさんに底いらの草の上に撒いておやりになりました。ところへ、一匹のクツアムシが飛び込んできました。 なんだ、貴様らは。俺を仲間外れにして音楽会をやるなんて、しっけいな奴だ。そんなことをするなら、俺が混ぜ返してやる。ガチャッ、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 と、大きな声で騒ぎ始めましたので、せっかく始めた静かな美しい音楽会が、めちゃめちゃになってしまいました。その勢いに驚いて、集まっていた虫たちも、みんな逃げてしまいました。くつわ虫は、大いばりで、 そこいらのつゆをやたらに吸いながら、それ見ろ俺の音楽にかなうやつは一匹もいまい俺は夜鳴く虫の中で一番の大きな声なんだみんな感心したかガチャ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 とたった一人一生懸命にやっているうちに、お兄様あそこにガチャガチャがいますよ大きな声をしているから遠くからでもわかりますよという人間の声が、 すぐそばで聞こえましたので、これは大変と、急いでガチャガチャ言うのをやめていると、まもなく頭からポカリと袋をかぶせられて、カゴの中へ入れられてしまいました。